はい、それでは南さんとのイベントを行った後でセーブしましたんで、しばらくは急いでやる出会いもなくなりましたと。結局クオリティパーツクオリティが2つ上がったわけか。こんにちは。途中で止まったから読んでないやつかと思って。じゃあちょっと体力の上限上げますか。100で終わらしとこう。で、電話で、南さん。もしもし、仙道ですけど。こんにちは。そういや、今日は前日説やったな。手伝った方がいいかな。次は36行ってみるか。と、こんなもんかな。みなみさん、こっちの方は終わったよ。あ、こちらも、このお荷物を運ぶだけで終わりですから、先に休んでてください。荷物って、この男子を2つの段ボール箱のことすか。だったら俺も手伝うすよ。そんな、悪いです。いやいや、任しといてくださいよ。さて、とっと。本包丁持ってかな。まさか男の俺が南さんより軽い荷物持つわけにはいかないからな。重い方はっと。いにしえより小さな方が具沢山。こっちの小さい箱を選ぶか。じゃあ俺はこっち持ってきますから、南さんそっちお願いします。すみません。それではお願いします。やった。なんだこれ。小さな割には結構、どころかすげえ重いぞ。こんなんか、一体。誰だ、ダンボール箱の中に鉛の森びっしり詰め込んだやつは。みなみさんの方終わったわ。軽々と運んでる。よかった。選択肢としてはこれで正解ってことか。でも、しかし、なんか理不尽なもの感じるもん。なんでかな、なんでかな、時代がねえよ。いや、そんな大したことは。じゃあ、また明日、会場で。
クオリティが2つ下がったからな。おはようございます。あ、おはようございます。南さん、もしかして本のチェックですか？え、見せてもらえますか？じゃあ、はい、これ。それじゃあまた、はい、シャチミヤパーク好き。なんかすごく忙しそうだな。邪魔になるからやめとこ。そう思いますか？うん、頑張ります。半分も売れなかったな、この反応だと。まあ正直クオリティを2つ下げたからな。あ、半分は出たわ。じゃあ36に挑戦してみましょうかと。なあマジでいきなり84なんだ、書き上げられっか。間違いなく34だよな。34じゃね、36だ。また発生せずに4回ぐらいするためにやだからな。
違う。アホじゃ。行く場所間違えとった。というわけで戻ります。ゲーム知ってる者からしたらどこ行っとんだとアホって言われる場所に行ってた。行くのはこっちだ。そら場所が違うんだもん、発生するわけねえわ。あ、冷た、水滴？雨か。まさかな、空こんな晴れてんのに。狐の嫁入り。ねえ、くそ、本当に降ってきやがった。早く雨宿るよ。結構濡れちまった。まあ、いったな、こりゃこの雨しばらくやみそうにないぞ。こりゃ雨が止むまで待ってるってわけにもいかないな。かといって家まで走って帰ったら着く頃にはびしょ濡れだし、仕方ね、駅の売店で傘でも買って帰るか。あら、こんなところでもしかして雨宿りですか？みなみさん、いやいや、母さんに入れてもらってるんすから、これくらいのことはしないと。そんなこと、俺がこうしたいんすから、みなみさん気にすることないっすよ。これ PC 版にあったかな？では、お言葉に甘えさせてくださいね。遠慮がつだな。ま、そこがみなみさんのいいとこなんだろうけど。それにしても助かりましたよ。いきなり降ってくるもんだから、みなみさんにはほんと感謝してます。いや、そんな。雨の中、みなみさんと会い合い方、仲いいよな。なんていうか、この暖かな雰囲気は、女の人と一緒だからか、それとも、みなみさんとだからか。会い合い方が初めて言ったわけじゃないけども、あの時は相手がみずきだったからな。あの後、土砂降りになって二人して傘を奪い合って、結局二人ともずぶ濡れで、暖かさのあの字も見え。あ、少し雨が強くなってきたな。そうだな、みなみさんが雨で濡れないように傘を少し。これでよし。そうそう、次の原稿はどうですか？ぼちぼちかな。あ、それは待って、やっぱり言わないでください。あ、今そのことをしてしまったら、あとへの楽しみがなくなってしまいますから。そうですか。もう着いちまったな。なんかあっという間だったな。なあ、ここまででいいですから。ありがとうございます、みなみさん。どういたしますか？ん？その肩。左肩から下がずぶ濡れだ。みなみさんは変わって傘傾けてたからな。もしかしてそれ。まずいな、みなみさん変わってこうなってしまったらまた気づかします。ここやっぱ。それじゃあみなみさん、また今度。それじゃあ、たったいまー。言葉を返してくれる人はなしか。時々一人暮らしが寂しく感じるな、こんな日なんかは。さっきみたいな暖かい雰囲気を味わうと無性に、うん、あ、
留守電入ってる。直接電話してくれたのか。ほんと世話好きなお姉さんだな。やっぱあったかいよな。じゃあそのお礼の電話を。もしもし、千堂です。南さんですか？南さん。あ、そういえば、南さんの実家ってどこなんですか？私の実家ですか？実家は長野ですけど。米とかうまそうですね。うちは農家ですから、ご飯は美味しいですよ。そうなんだ。それなら頼めばお米とか送ってくれるんじゃないですか？そりゃ楽しみだな。それじゃあ長電話も迷惑だと思うし。はい、また今度。ま、ラブアゲはこんぐらいでいいだろう。基本的にイベントを出す方が多分ラブ度は上がると思いますし。今見てみたらここの分を全部使い果たしたら体力ゼロになるところだで、あとは休みやバイト。19か。バイト上げるか運動するか、運動の方選ぼう。
正直 CD はこれではあんまり ありがたみを感じないんだよな。で電話で南さんへナンパしに、ほら、あ、もしもし、天童ですけど、みなみさんですか？みなみさん？いや、なんでも、なんでもないんです。あ？それで、何かご用ですか？そういえば、今日はコミバの前日設営ですよね。ええ。もう皆さん始めてますけど。それじゃあ、俺も手伝いに行きましょうか。よろしいんですか？もちろんです。よし、コミバ会場に行くか。みなみさん、そんな力仕事は俺がやるよ。いいからいいから、ほら、はい、やっと。いや、そんな大したことは。それじゃあまた明日、会場で。あ、おはようございます、みなみさん。ここら辺からちょっと顔が絡んでる。本のチェックですね。はい、これ。あの、本のチェックじゃないんですか？そうでしたね。それでは本をお預かりします。それでは、私はこれで失礼します。それじゃあまた。頑張ってくださいね。微妙にみなみさんの顔が可愛く出てきてまーす。今回も半分ぐらいかな。調子の方はどうですか？みなみさん、どうしているかと思って来てみたんです。同心を始めてまだ日が浅いですし、何か困ったことになってないかと思って。どうですか、調子の方は？そこそこです。そこそこ。とにかく頑張ってくださいね。まあ、はい。私はこれで。みなみさん何が言いたかったんだ？じゃあとりあえずここで一旦整理しときたいと思いますと。
相変わらずポップポピュラーシリアスマニアックが全然上がんねえよ。シミュレーションはもう上がらないっていう風な設定になってるのか。では失礼しまーす。